はい、ということでどうも皆さんこんにちは。最近暑すぎてエアコンに頼りすぎ、ニグでございます。電気代が真っ赤で上がるな、マリサだぜ。ということで今回はゆっくり実況たちのお遊戯サイボリューム2、豪華ゆっくり実況者たちのコラボですよ。お前もそういうのに呼ばれるようになったんだな。私は誇らしい気分だよ。おばあちゃん目線で言うなし。てなわけで早速一つ目のゲームに行きましょう。これ何の時間？ということで始まりました。まずはコラボ先の紹介ですね。まずはセブンさんです。このチャンネルでは何度もお世話になっているな。最近ゲームイズにも所属している、イケイケの実況者で勝手に準レギュラー扱いにするな。続いてはこの方。ゆくちょびさんです。久しぶりのコラボだよな。ちょびハイを主催して大物ゆっくり実況者を集めるなど、ゆっくり実況界でも顔が広い実況者です。最後はこの方、クロマキーさんです。ねえ、初コラボでいじっていくの？失礼しました、グンピーメンさんです。お前後で何されても知らないからな。普段はフォートナイトを実況していますが、最近はマイクラも実況していますね。個人的に伸びすぎてて嫉妬しています。支援マシマシなんですが。ってな感じで、今回はこの3人と一緒にマイクラデッドバイデイライトをしていきます。今回のキラーはチョビさんだな。発電機も1個修理できていて、いい感じですね。私も早速発電機を修理しましょうか。あら、セブンさんが倒されてしまったな。これはフックまで助けに行かないとな。本来はセブンさんを復活させたくないのですが仕方がありません。いや、復活させろよ。復活させている間に2個目の発電機も修理されましたね。うわ、びっくりした。ってなんだクロマキーさんか。グンピーメンさんだからね。もうほんと後ろから来るのやめてくださいよ。むちゃくちゃビビリなんですから。マイクラデッドバイデイライト向いてないんですが。さあさあグンピーメンさん一緒に修理しましょう。今回は有能の照明を取っているため多少は修理が早くなるはず。ってまたセブンさんが倒されているな。おいおい、何してるんですかセブンさん。仕方がないから救出しますか。ほら、これで貸しだからな。悪どい性格をしているようで。って来てる来てる、ジョビさんキラーが来てる。一体、あ、こんなところにセブンさんが。ここにセブンさんいるんで許してください。発想が下道なんですが。痛い痛い、許して、ほら全裸で逆立ちしてスクランブル交差点横断するんで。最速逮捕案件。逃げろ逃げろ、セブンさんを売っている間に逃げろ。ふぅ、なんとか逃げ切れましたね。セブンさんを売りに売ってたけどな。仕方ないじゃないですか、貸しですよ貸し。とりあえず体力がまずいので、救急箱で回復させてから戻りましょうか。あら、またチョビさんに倒されてしまいましたか。これ、もしかしたら残ってるのお前だけじゃないか。うわ、本当じゃないですか。ちょっとそういう役やめてくださいよ。セブンさんを差し出した罰だ、受け入れろ。ついでに二の腕の筋肉が破裂してしまえ。どういうこと？私が死んだらサバイバーが全滅してしまう。焦らず、それでいて遅すぎずフックで救出するしかない。スニーキングミッションだ。なんとか近くまで来れましたね。近くにキラーがいる様子はないな。ええー、そうしたら早速救出だ。よしよし、これで全員救出ですね。他のチャンネルからの視聴者の株爆上がりですね、これは。今の一言で全て台無しになった。全員救出できたことですし、早速発電機を修理していきましょう。よしよし、これで3つ目ですね。ここからが本番だな。なるべく早く修理していきたいですね。あれ最後に倒されたのってセブンさんだよね？まあそうだな。セブンさんが4回倒されたからキラーが勝ったんだよね？これはひどい。
ジョビさんガン無視なんですが。ということで次のキラーは黒巻グンピーメンさんです。もうわざとだよね。あのさ、せっかくコラボしてくださったんだぞ。そういう風に扱うとコラボとかしてもらえなくなるぞ。いやでも収録時黒巻さんでいいって言ってたから。器の大きさが宇宙レベル。果たしてどんなキラーになるんでしょうかね。早速1個目の発電機が修理されましたね。おいおい、グンピーメンさん大丈夫かい？このまま買っちゃうよ。ハイフラグ建設お疲れ様です。よしよし、これで全員復活できましたね。なかなか貢献してるよな。伊達にマイクラデッドバイデイライトをずっとやってませんよ。他のコラボメンバーのサポートをしないとですね。テイルじゃん、逃げろ逃げろ。一撃で倒されたな。格殺の斧ということはおそらくレースのようですね。そして残っているのはセブンさんだけだな。お、復活しましたね。セブンさんがうまく救出したみたいだな。さすがは準レギュラーとしてマイクラデッドバイデイライトをやってきた男ですね。ジョビさんジョビさん、発電機修理しましょ。いやー、最近の YouTube も変わりましたね。今日もいい天気ですね。コミュニケーション下手か。これで2個目の発電機も修理されましたね。救出救出。鐘の音が聞こえたぞ。ということは近くにキラーがいるってことですね。そしてナイス発電機修理。ってめちゃくちゃ近くにいるじゃん。ヒビ、急旋回回避。確かこんな風にすればいいって本家デッドバイデイライトでも言ってた。バチバチ食らってるんですが。やばいやばい、死にかけだー。急旋回回避、くるっくるしてやる、くるっくるって。失敗してるんですが。復活して発電機を修理中。これで4個目の発電機を修理できましたね。脱出まで残り1個だな。チョビさんチョビさん、発電機修理しましょ。必要な発電機も残り1個。ここで決めに行きたいな。で、来てる来てる。私が時間を稼ぐからチョビさんは逃げて。痛い、痛いよ。どうして黒巻さんそんなことするの？もはや煽りなんですが。私には原因がさっぱりわからない。大体黒巻が原因な気がするんだが。しょうがない。こうなったら少しでも時間を稼いでやる。まあその間に他のサバイバーが修理してくれるはずだからな。そうしたら発電機の近くでチェイスするべきじゃない？少しでも距離を稼ぐ作戦に変更。ずっと追ってきてるな。あら、倒されてしまいましたか。そして復活アスレに突入したな。これはまずいですね。よし、アスレチックをノーミスでクリア。さっさと復活して発電機修理に取り掛かりましょう。必要な発電機はあと1個。早く復活して修理しないとな。どうやらグンピーメンさんがセブンさんを見つけた様子。これは経験者のチェイスが見れそうですね。こういうところで見せるのがセブンさんですからね。きっと5分くらいチェイスしてくれるはずです。もはやフラグにしか聞こえないんですが。さあさあ、特殊アイテムで移動速度が上昇しているレースとのチェイスが開始だ。果たしてセブンさんは逃げ切れるのだろうか。それともチェイスで心を売るのか。実況解説は。負けたな。負けましたね。もうやめてあげて。ということで、ゆっくり実況たちの遊戯祭ボリューム2いかがでしたでしょうか。後でしっかりとコラボ先全員に謝っておけよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。他のチャンネルでも別視点の動画があるから、そっちも見ていってくれよな。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。あれセブンさん水没してない？